こんにちは、鈴木さとしです。ここで今回の企画を説明しよう。場所はここ、ステップスポーツ福岡店さん。このサラサラ黒髪マッシュヘア、そしてメガネ、これで接客をして果たしてバレるのかという企画。それではスタート。俺は精一杯の変装なんだけどさ。あ、つらな俺、うん、もろ俺、うん、あ、マジ、ちょっと一回マスクする。さすがにさすがにマスクするか。メガネ念を入れてマスクでいきます。結構サラサラ部屋ですね。イモさは OK だと思います。あ、これ見てよ、めっちゃ軽くなってますね。めっちゃ軽くなった。何とかパリ、パリメタスピード機械パリ。これ現物確か、あっちにあれ、ちょっと見ますか。嬉しい。最初気づいてなかったっすよ。声ではなんか、うわー、喋らんのよかった。どうやった俺は接客受けて。でも、本当に本物のステップの人と思って、うん、本当にでもちょっと怪しいなぐらい。いや、でも本当に、うん、本当の人と思って、またステップ来ようと思いました。本当に本当にだと思って、接客受けて、またステップ来ようと思った。ただのいい店員さんやん。え、接客が分かりやすかった？分かった？おーい、いただきました。ということで、はい、潜入無事大成功ということで、いいですか？いいですか？いいですか？大成功ということで、今から僕はちゃんと半日店長として活動するので、楽しく接客していきたいと思います。今日の動画面白いなって思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントまでお待ちしております。これからもダンスクランニング、やってみよう。おー、あった。ありがとう。バイバーイ。